皆さんこんにちは。見習いゆっくり実況です。キャプテン翼3の実況を再開します。今回から全日本ユースの試合が始まり、遠征試合の1試合目は全日本ユース VS オランダユースの試合となりますが、解説はこの方です。こんにちは、アートネイチャー中田です。いよいよ全日本ユースの試合が始まりますが、まだ有力選手が揃っていないのでしばらくは苦労しそうですよ。本日のスタメンですが、まずフォーメーションを 3-5-2 に変更し、高杉くんに変えて佐野くんを起用します。ウプヌシはスタメンを決める際結構考えたみたいですよ。イスラスくんのマークに慈瞳くんをつけるようですね。今回の全日本ユースにはたくさんのメンバーが招集されています。たくさん招集したのは良いのですが、小田くんとか中山くんはどこで起用するのでしょうか。あと三杉くんですが、いつものキャプテン翼シリーズ同様後半から起用することになるでしょう。それでは三鷹さん、試合前のパクリコメントをお願いします。オランダはドリブルで切り込んでくるチームです。特にイスラス君にボールを渡すと苦しくなりますよ。三鷹さん、パクリコメントありがとうございます。なんかみんなブサイクに見えますね。三鷹さん、怒られますよ。全日本のキックオフから試合開始です。ポイズン反町君、久々の登場ですよ。反町くん、パスを出します。和夫くん、パスをキャッチします。コンテウスくんとスルバランくんがマークにつきましたよ。和夫くん、パスを出します。コンテウスくん、現場に向かいます。コンテウスくんにカットされてしまいましたね。全日本は若林くんも若島津くんも戻ってきていないので、キーパーは例のあいつなので、シュートを打たれるとかなりヤバいですよ。和夫くん、コンテウスくんからボールを奪います。和夫くん、ナイスカットですよ。和夫くん、ワンツーを仕掛けます。新田くん、パスを返します。和夫くんに高いボールが上がりましたよ。立花兄弟、あれを出しますよ。和夫くんのスカイラブハリケーンだー。スカイラブハリケーンが通用しませんか。ボールはゴールラインを割り、全日本のコーナーキックになります。一応スルー戦法でいきますけど、ウプヌシは自信がないようですね。沢田くんのコーナーキックで試合再開です。最初は佐野くんのスルーですね。両者現場へ向かいます。九年くんのバランスが崩れましたよ。次は正雄くんの番ですよ。正雄くん、ジャンプ。大吾くんもジャンプしますよ。こぼれ玉をコンテウスくんと松山くんで競り合います。松山くんとコンテウスくんが現場に向かうぞ。松山くん狙っていますよ。松山くん、オーバーヘッドだ。セルベトスくんがカットに向かいますよ。セルベトスくん、カットできません。九年くんもなかなかしぶといですね。佐野くんに高いボールが上がっていますよ。続いて佐野くんもオーバーヘッドだ。少し工夫をしないと得点できないかもしれないですよ。再度全日本のコーナーキックになります。今度はスルー戦法が決まるでしょうか。ゴールは新田くんが狙うようですね。セットアップが完了したようです。沢田くんのコーナーキックで試合再開です。
今度はマサオくんが最初のスルーのようですね。両者現場に向かいます。いきなり失敗でしたね。また全日本のコーナーキックになります。なんかコーナーキックもやるだけ無駄なような気もしますが、澤田くんのコーナーキックで試合再開です。また菊咲くんと正雄くんの競り合いですね。正雄くんと菊咲くんが現場に向かいます。菊咲くん素早くクリアーします。これはまずい展開ですよ。しかもオペレーションミスで普通のタックルになっていますよ。イスラスくん高速ドリブルでソーダくんの普通のタックルをかわします。今度はオペレーションミスは許されませんよ。続いて慈瞳くんのパワータックルだ。イスラスくんバランスを崩しながらも高速ドリブルでかわしたぞ。もう森崎くんしかいませんよ。イスラスくん高速ドリブルで敵にかかるぞ。ダメだこりゃ。イスラスくんシュート決まった。オランダ先生、そりゃあ張さんも呆れますよ。全日本ボールで試合再開です。全日本はキーパーがあいつで何点取られるかわからないので早く同点に追いつきたいですよ。正雄くんパスを出します。松山くんパスをキャッチします。松山くんやはりカルツくんの動向が気になるようですね。松山くんパスを出します。ポイズンくんに渡りましたよ。オランダのディフェンス陣は固まっていますね。ソリマチくん一度戻します。澤田くんパスをキャッチします。リブタくんがマークに来ましたよ。リブタくんパワータックルだ。ウプ主はリブタくんがパワータックルを使えるとは知らず油断していましたよ。レールくんに慈瞳くんと佐野くんがマークにつきます。慈瞳くんここは普通のタックルですね。レールくん慈瞳くんをかわします。佐野くんもかわされましたよ。レールくんドリブルで攻め込みます。続いて澤田くんと反町くんがマークにつきます。レールくん強行突破します。レールくんどんどんかわしていきますよ。レールくん反町くんをかわしパスを出します。イスラスくんボレーだ。森崎くんはすごい不安ですよ。森崎くんよく防ぎましたよ。しかしオランダコーナーキックでチャンスが続きます。オランダのコーナーキックで試合再開です。スルバランくんパスをキャッチします。モブキャラの場合でも森崎くんにとってこの距離は危険水域ですよ。スルバランくんに3人のマークがつきます。スルバランくん石崎くんをかわします。スルバランくんカズオくんもかわしましたよ。マサオくんのタックルもバランスを崩しながらもかわしたぞ。ここはウプ主の判断力が問われますよ。スルバランくんシュートを選択だ。ウプ主の予想が外れてゴール。オランダ追加点。この試合は森崎くんとウプ主が足を引っ張っていますね。全日本ボールで試合再開です。全日本だいぶ苦しい展開になりましたよ。前半中に1点でも取り返したいですね。澤田くんワンツーを仕掛けます。
セルベトス君がカットに来ましたよ。セルベトス君、カットできません。ソリマチ君、パスを返します。前半残り時間、ロスタイムだけですよ。ベール君がマークにつきます。沢田君、標高突破します。沢田君、なんとかかわしましたよ。もう少しロスタイムが続いてほしいですね。ここで前半終了のホイッスルー。全日本2点ビハインドで後半戦へ折り返します。全日本後半戦は沢田くんに変えて三杉くんを投入します。三杉くん投入で得点の機会を増やしたいですね。オランダボールで後半開始です。全日本まずは1点取りたいですね。スルバランくんにカズオくんと新田くんがマークにつきます。スルバランくん、強行突破します。スルバランくん、カズオくんをかわします。新田くんもかわしましたよ。スルバランくん、ドリブルで攻め込みます。続いて、マサオくんと松山くんがマークにつきます。スルバランくん、ここも強行突破します。スルバランくん、どんどんかわしていきますよ。松山くん、ナイスタックルですよ。しかし、大吾くんがこぼれ球をフォローします。この3人で、なんとか止めたいですよ。佐野くん、タックルだ。佐野くん、ナイスタックルですよ。こぼれ球を、三杉くんがフォローします。三杉くんを起点に、得点したいですね。三杉くん、パスを出します。ポイズンくんに回りましたよ。ソリマチくん、ドリブルでオランダ陣内に攻め込みます。ニッタくんにセンタリングを上げたいですよ。ソリマチくん、センタリングを上げるぞ。タズミルくんがカットに行きますよ。タズミルくん、カットできません。ニッタくんに高いボールが上がりましたよ。新田くん、一度トラップします。新田くん、狙っていますよ。新田くん、はやぶさシュートだ。新田くんクラスだと必殺シュートも通用しないですね。ソリマチくんがヘッドで押し込むぞ。これも弾かれますね。しかし、9年くんが倒れましたよ。新田くん、今度はヘディングだ。新田くんは、とことん決められないですね。9年くん、まだ倒れていますよ。ソリマチくん、再度ヘディングだ。ソリマチくんも、通用しませんよ。三杉くん、チャンスですよ。今度は、三杉くんがヘディングだ。決まった。全日本、1点差だ。さすが、三杉くん。新田くんとポイズンくんとは、格が違うところを見せましたよ。オランダボールで、試合再開です。デールくんに、ソリマチくんがマークにつきます。ソリマチくん、タックルだ。ポイズンくん、ベールくんにあっさりかわされましたね。続いて、三杉くんがマークにつきます。三杉くん、タックルだ。三杉くん、ここでもポイズンくんとの格の違いを見せましたね。三杉くん、ワンツーを仕掛けます。松山くん、パスを返します。ナイスワンツーですよ。三杉くん、ドリブルでオランダ陣内に攻め込みます。三杉くん、センタリングを上げるぞ。低いボールなら、あれを出せますよ。新田くん、シュートの体勢だぞ。
新田くん、はやぶさボレーだー。タズミルくん、カットできません。九年くん、懸命に飛ぶぞー。新田くんは月にも見放されていますね。リブタくんのクリアーボールはこぼれ玉になります。オーゴくんがこぼれ玉をフォローします。オーゴくん、パスを出します。まずい人に分かりましたよ。ジトーくんがマークにつきます。ジトーくん、喧嘩じゃないんですから。イスラスくん、高速ドリブルでかわすぞ。おおっと、ジトーくん、反則だ。さすが、喧嘩スタイルですね。イスラスくんのフリーキックで試合再開です。イニャーサくん、パスをキャッチします。全日本、残り時間が少なくなってきたので早く得点したいですよ。ジトーくん、タックルだ。ここはパワータックルの方が良かったかもしれないですね。続いて、マサオくんがマークにつきます。もうここは手段を選んでいられないですよ。マサオくん、スカイラブタックルだ。マサオくん、ナイスタックルですよ。松山くん、こぼれ玉をフォローします。ここは松山くんに積極的に点を取りに行ってほしいですよ。松山くん、ワンツーを仕掛けます。三杉くん、パスを返します。松山くん、何か作戦を指示するようですよ。松山くん、なだれ攻撃を仕掛けるぞ。全日本のメンバーがものすごい勢いで上がっていきますよ。松山くん、ここで決めてくださいよ。松山くん、イーグルショットだ。根拠はありませんが、これはいい軌道ですよ。決まった、ゴール。全日本、同点。松山くん、流れ攻撃からのイーグルショットはお見事ですよ。オランダボールで試合再開です。全日本、延長戦になるとガッツが厳しいので時間内に蹴りをつけたいですね。この2人でボールを奪えるでしょうか。コンテウスくん、標高を突破します。コンテウスくん、マサオくんをかわします。新田くん、珍しくナイスカットですよ。新田くんとポイズンくんの2人で得点できるでしょうか。新田くん、パスを出します。オーゴくんがカットに来ましたよ。オーゴくん、カットできません。ソリマチくん、パスをキャッチします。ソリマチくん、狙っていますよ。タズミルくんがマークにつきます。ソリマチくん、標高突破だ。ソリマチくん、なんとかかわしましたよ。ソリマチくん、あれを出しますよ。ソリマチくん、ポイズンショットだ。やっぱりポイズンショットは通用しませんね。新田くんに高いボールが上がっているぞ。九年くんのバランスが崩れましたよ。マサオくんとキクサリくんの競り合いになったぞ。立花兄弟、あれを出しますよ。マサオくん、スカイラブハリケーンだ。キクサリくん、カットできません。これはいい軌道ですよ。決まった、全日本逆転。一時はどうなるかと思いましたが、なんとか逆転できましたね。オランダボールで試合再開です。全日本逆転しましたが、キーパーが彼なのでまだ安心はできませんよ。三杉くんと反町くんがマークにつきます。三杉くん、タックルだ。さすが三杉くんですね。全日本はボールをキープしたまま逃げ切りを図りたいですよ。
三杉くん、ワンツーを仕掛けます。反町くん、パスを返します。三杉くん、パスをキャッチします。カズミルくんがマークにつきます。三杉くん、強行突破します。三杉くん、華麗にかわしますよ。試合残り時間、ロスタイムのみとなりました。三杉くん、狙っていますよ。三杉くん、強行突破だ。三杉くん、かわしましたよ。三杉くん、シュートを。菊谷くん、しぶといですね。こぼれ球は、正雄くんがフォローします。オランダのゴールが、空っぽですよ。誰にセンタリングをあげるでしょうか。正雄くん、センタリングをあげるぞ。まだ、ゴールは空っぽですよ。カズオくん、どのシュートを打つでしょうか。カズオくんとキクサリくんの競り合いだ。地頭くんが指示を出しますよ。立花兄弟、ジャンプ。立花兄弟、スカイラブツインだ。これはハードラックでしたね。リブタくんとミスギくんの競り合いになります。競り合いはこぼれ玉になりましたね。デールくん、こぼれ玉をクリアします。ギニャーサくんがフォローします。もうそろそろ終わってくれてもいいですよ。ソーダくん、あれで止めてほしいですよ。ソーダくん、カミソリタックルだ。さすが、ナイスタックルですよ。地頭くんがこぼれ玉をフォローします。ここで試合終了のホイッスル。全日本逆転でオランダユースに勝利しました。ここでゲームデータをセーブします。どうやら全選手のレベルが上がったようです。三上監督もロベルトと同じボケをしていますね。さて三鷹さん、三上監督がロベルトのボケを引き継いだところで、本日の試合の感想をお願いします。前半はかなり苦しい展開になりましたが、後半三杉くんを投入してからガラリと試合の流れが変わりましたね。三杉くんは攻守に大活躍で、このゲームでもやはり頼りになる存在になるだろうと思いました。一方でフォワードの新田くんとポイズン反町くんで得点ができなかったのは厳しいですね。翼くん、ヒューガくんのエースストライカーが全日本に合流するまでは辛抱が必要でしょうか。あとは松山くんの流れ攻撃からのイーグルショットが素晴らしかったですね。この戦法は今後も使えるだろうと思いました。三鷹さん、コメントありがとうございました。本日は3対2で全日本ユースがオランダユースに逆転勝利し、遠征試合に初勝利した試合をお送りしました。次回は海外遠征試合、全日本ユース VS フランスユースの試合をお送りします。本日はご視聴ありがとうございました。フランスユースということは、早くも例の2人が出てくるのでしょうか。